皆さんこんにちは、さやかさこころです。先日公開したサマンサのプロアマに出場した動画を見てもらえましたか？ああ、やっぱりプロってすごいなと正直思いました。いつも思ってるんですけどね。はい。で、まあその時に出た T はレジスティで、こういいボールを取っていくプロアマだったので、まあ私もねプロと同じ T から同じ状況でやったらどんなことがなるのかなっていうことをやってみたかったので、サマンサティでいつかな7月末ぐらいですかね、回ってきました。その時の動画を公開したいと思います。結構大事で撮ってるのでそんなにないんですが、はい、少し皆さんにご覧いただけたらいいなと思って紹介したいと思います。では再生します。このクマちゃんのね T がね特徴的ですね。毎年毎年可愛いです。先に言っておきますがこの時からもうすでに瞑想に入ってます。落ちためっちゃラフ、木に当たって落ちましたね。もうラフがすごく深くて全くボールが見えない状況です。もうクラブも多分ねこれぐらいは普通に埋まっちゃってますね。出すのがやっとって感じですね。ラフからラフに、あ、ボールはどこにあるでしょう。ここです。こんなにグリーン手前のラフが伸びてます。こんな中で女子プロは戦ってます。なんかラフが嫌だっていつもより思っちゃうから余計いっちゃう。フェアウェイに置こうという気持ちなんですが、ここはちょっと短くもう買ってありますね。まあ、これぐらいでも結構きついなと思うんですけど、いろんなとこ飛んでいきますね。ようやくすぐ行ったらしいです。練習しよう。練習しようって言ってたんですね、ラウンド中に。じゃあ一回ストップします。いやー、皆さんもお気づきだと思いますが、この頃からすでに調子の悪さは予兆は始まっていまして、ラフのせいではありません。ラフのせいもあるんですが、ただただ私も調子悪いし、セッティングも難しいし、そら97叩きますよというような結果でした。でもそんな中で女子プロはアンダーを出してくるので、やっぱフェアウェイキープ率だったり、ラフに行ってもそのリカバーのラフの打ち方っていうのがすごいちゃんとしてるなと思いました。いや本当にこれがボールだとしたら これぐらいラフありますからね。これぐらいクラブの本当アイアンのにあったらもう本当ネックの結構これぐらいが埋まる感じですね。でもあまりにね調子が出ないっていうのもあって、この後練習をします。やっぱりゴルフは朝の練習も大事なんですが、終わってからの練習は結構その自己分析というか今日のミスの原因を探るにもすごくいいので、こういうゴルフの後みんな疲れて帰りたいってなるんですが、シャワーを浴びたいってなるんですが、まあ、10球でも20球でも、まあ、できたら40球ぐらいは打つのは結構おすすめです。なんで練習に参りたいと思います。調子が悪すぎて
練習します。18ホール終えてあまりに調子が悪いので練習してます。なんかフェードになっちゃう。難しいですねゴルフは。とにかく打って打って改善ですね。なんだろうなっていう、とにかく打ちまくる。でなんかちょっとつかめるものがあったら、少しドローがかかってきましたかね。悪くない。正面からだね。不思議なんですね。こう練習場だとちゃんとできるのにコースでは全然できない。声を出し始めましたね。今度はリズムの練習ですね。こう入っていうタイミングでクラブが触れると結構この辺に邪念がないから結構いいんですよね。声出してます。声を出すとね、この腹筋にもね力が入りやすいんですよね。今ちょっとこすれました。少しやっぱこうクラブの動きに対して体の開きが早いんですよね。突っ込むし右肩勝っててもできない。左手の意識が大事かも。一回後ろから左手でローテーションすることをやってるらしいですね。この時はでもこうパーンって右からボールが出てってるので割と傾向としては悪くないんですけど、ローテーションをボールがここにあってここに向かっていくから程度ボールがここにあって返していく。こういうイメージでボールに体が突っ込んじゃうからスライスが出る。ボールがあってこの辺にボールがあると思ってこっから打っていくとしっかり返る。まあ悩んでますね本当に。ゴルフが終わってこんなに練習すること私あんまなかったんですけど、悩んでる証拠だと思います。どんだけ打ってんだろうっていうか今思った。あんまこの時気づいてなかったけどこんなに打ったんだ。結構打ってますよこれ。100球ぐらい打ってんのかな、もしかしたら。あ、熱い。どうでしょう。独り言が多いんですけどね。まだ今ダメ。まだダメ。悔しい。とにかく打ちまくる。でもドライバーがダメダメすぎてドライバーしか多分持ってきないですねこれ練習場に。このクラブはもういいやって感じですかね。でも本当に思いますけどドライバーが調子悪くなってこんなにスコアがダメになるかっていうぐらいスコアが出ません。お完璧。はい終わりました。いやー打ちまくってましたね。よっぽどなんか自分の中で辛いものがあったのか納得いかないものがかなりあったと思うのであんだけやったんだと思うんですが、自分で見つける直し方っていうのは結構やっぱ人から言われるものより
信頼できるっていう言い方は変なんですけど、まあ、しっくりくるっていうか、自分で自分のあここが原因だって分かることって結構大事なので、そのね、できれば誰かと一緒にレッスンして、ああじゃないこうじゃないって見てもらうのもいいんですけど、たまにはこう一人で原因を突き止めるっていうのも、まあ、知るっていうか自分の今の状態を知るっていうのはいいかもしれないです。一人で打ち込むっていうのも結構おすすめです。皆さんもゴルフの後にね、スコアが納得いかなかった時はぜひ練習場に行って、30球ぐらいでいいと思うんですが、打ってみてください。以上です。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。